ニュースポストセブンです。夫も負傷していました。収録中落とし穴に落下し腰椎を圧迫骨折する重傷を負った松本伊代さん、夫のひろみさんも26歳の時収録中に大怪我を負っていました。当時を知る関係者によると、花火で人間は飛べるかという企画に挑戦し、背中に約1万本のロケット花火を背負いました。いざ本番で点火すると突然の強風に煽られて、ひろみさんが着ていたレーシング用ウェアに火が燃え移ってしまったのですとのこと。背中から両足まで皮膚移植が必要なほどの重傷だったそうです。ニュースポストセブン。